アレクセイ・ニコラエビッチ・ビノグラドフは、ソビエト連邦の軍人である。1919年から軍歴を始め、ロシア内戦に参加。その後、赤軍のポーランド進行にも参加し、これらの功績を経て、第44機械化狙撃士団の士団長に就任する。この士団は、ウクライナ人を中心としていた。第一次カオルソ戦争が始まると、ポーランドから、 フィンランド戦線に引き抜かれ、ラーって、林道の戦いを指揮した。この戦いは、スオムスサルミの戦いにおいて、前線で孤立状態になった、赤軍第163師団を救助する際に、発生したもので、ヤルマルシーラス部を大佐率いるフィンランド軍は、1940年1月6日、早朝からアイロを進む。 第44機械化狙撃士団に対して、森林戦を仕掛け、包囲した。寒さによる軍備の乱れや逃げ場のない状況で第44機械化狙撃士団は芝叩く間に帯らしい、戦死者を出すが、敗戦責任を問われることを恐れたビノグラドフは、なかなか撤退命令を出せず、完全に包囲された21時30分頃にやむなく、退却命令を下した。 結果として赤軍は参加兵力2万5千人中1万7500人が戦死、行方不明、捕虜として失われた。ビノグラドフ自身は4日かけてソ連へ帰還することに成功したが、本人が懸念していた通り NKVD のラブレンチー・ベリアに敗戦責任を厳しく問われ、1940年1月11日、重殺刑に処された。 ありがとうございます。